6時に起床です。すげえ寝癖。皆様おはようございます。寒すぎて外には出たくないです。寒すぎて外には出たくないんで、宮島のサービスエリアまで行きたいと思います。およそ3キロ先、高谷ジャンクション直進方向、山陽道広島方面です。寒すぎました。寝てるときはね、もう毛布にくるまってくるまってしてるから全然何もね感じなかったんですよね。朝起きて布団から出るのが、毛布から出るのがだいぶと辛かったです。朝起きてエンジンかけて、で車がまだ温まってませんので、とりあえず動きまして、宮島まで行けば車も暖かくなるでしょうという考えで、宮島サービスエリアまで行きたいと思います。朝からもう元気です。ただもう空腹ですよ。うん、一晩寝たら腹は減る、それが人間です。さあでは宮島で時間調節しましょう。歯磨きもしましょう。朝食も食べましょう。いろいろしましょう。久しぶりに来ましたね、宮島。さあ、何か調達していきましょうか。ちょっと最近食べ過ぎてるんで、ウォーキングを。すげえ寝癖。ウォーキングをしたいと思います。さらにすごなった。昨日リンスしてない、リンスしてないからね。さあさあ、宮島のサービスエリアでしっとりイカ天、これお土産です。そして
息子大好き。黄金鶏唐揚げ。皮唐揚げ。鶏皮揚げ。あとは僕のご飯タイムでーす。またようけこうたんじゃーんって思ってません？そんなね、毎回いっぱい買わないですよ。うん。学習能力があります、僕もね。うまそうなメロンパン。カレーパン。ここ限定クリームパン。見つかってます。甘辛甘ですね、今日はね。うん、辛いのが一個ですもんね。甘辛甘で食べていきたいと思います。朝ごはんです。限定クリームパンからいきましょうか。え、限定やったかな、なんか書いてました。ここの宮島サービスエリアのパン屋さん。いやいやいや、ちぎった方が良かったか。すげえ、中のクリーム感、クリーム感ぎっしり。あ、これうまい。うん、これはうまいな。味のレポートはできないんですけど、うん、パンがもちもちなんです。めっちゃパンがもちもちで、クリームがとろとろで、このクリームうわんま、うわーってならないですね。うん、全然甘くない。いや、それ嘘。全然甘くないわけじゃなくて、甘いけどうーっていう甘さじゃないです。うまい。さあ、お口直しのコーヒーで。じゃあ次はカレーパンをいただきます。今日はもう朝からパン2つにします。あ、鼻ずし悪い。今日薬飲んでないです。あ、またくしゃみそうな時鼻つまんだ。カレーパンいただきます。安定のうまさ。マジで安定のうまさですよ。今ね、外歩いてる人がね、めっちゃこっち見とる。あいつカレーパン食ってるわっていう感じだ。こっちのカーテンは閉めたけどね、運転席側は開いてるんです。めっちゃうまい、カレーパン。うん。あれですよ。お子様でもいけるカレーパン。
ピリ辛感が少ないです。うまい。さあ、宮島出発です。納品に向かいます。良い天気でございますね。まもなく料金所です。その先、およそ100メートルで、左方向です。東洋館もみじまんじゅう誘ってるでしかない大野ファクトリー、うん、完璧に誘われてる独り言です。揚げもみじめっちゃ美味しそう。揚げもみじどっかで売ってないの？さっき宮島で売ってなかったんちゃうんかな。揚げもみじめっちゃうまそう。歩行者はなし。よしよしオッケー。揚げもみじうまそうマジで。それでは納品に行ってまいります。